神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします秦野市内の小田急線鶴巻温泉駅で6日停車中の電車内に犬が入り込むトラブルがありました犬は駅員が車外に連れ出しましたが影響で一部列車におよそ10分の遅れが出ました 小田急電鉄によりますと午前7時ごろ駅に到着した秦野発新宿行き普通電車内にホームにいた柴犬とみられる中型犬が侵入しました犬は駅員が2人がかりで車外に出し電車は9分遅れで出発しました川崎市川崎区の多摩川河川敷で近くに住む小学生の兄弟が全身が黒いバッタを発見しました 専門家によりますす。と、とと色素以上の可能性が高く、珍しいということです2人は9月11日の夕方、河川敷で虫捕りをして遊んでいたところ、草むらで黒い虫を発見して、虫かごに入れて帰宅し、インターネットで検索して調べるとバッタで、黒いバッタは珍しいことが分かったということです。<music> 新型コロナウイルス感染症をめぐり、神奈川県内で6日、新たに7人の死亡と2333人の感染が確認されました。県内の累計感染者数は150万536人となり、150万人を超えました。このほか、神奈川県は新たに5人が自主療養したと発表しました。新規受付は終了しており、自主療養の累計は 20万9683人になりました。